誰と対戦するの一番楽しい？誰ですかね。まあだから武道地区だったらそのジャッジで、ジャッジスタンドのメイヒューとか、うん、ガードナーとか山ヤンキースとかもそうじゃないですか。でトロントだったらサードのゲレロジュニアとか、うん、スプリンガーとか、スプリンガープロジェクトなんですよ。プロジェクトいったんだ。はい、ゲレロジュニアじゃないけど、お父さんもね、俺から選手だけど。本当ですか。うん、チームメイトにもなったし、対戦もしてる。あともうピッチャーを見れるのが一番いいですね。あーコール今ヤンキースのピッチャーってやばいもん。チャップマンとかデクロンとか、うん、対戦ナリーグ今年はなんかメッツあるらしいんですよ。今年何試合かあるらしいんで、うん、なんでデクロンとかも YouTube で見てる世界なんで、うん、でも今年メッツもまあまあ強い補強してるから、はい、結構面白いよね。対戦するのいいね。ピッチャー見たいですね。どんな出力で投げるんだろうとか。移動するのは地下鉄で行けば